こんにちは、福山和人です。私は20年以上町の弁護士として市民の皆さんに寄り添う仕事を続けてきました。何度も話を伺って少しでもいい解決をと努めました。でもどうしようもなくて一緒に泣くことしかできひんこともありました。もう少し世の中の仕組みがまともやったらこの人がこんなに苦しむことはなかったのに、何度も思ったことが私の挑戦の原点です。30年前より給料が下がって年金も下がってる。せやのに未曾有の物価高。そんな中で起こった裏金パーティー券問題。政治家はお金集めより市民の声を聞くべきです。私は1000通を超える市民アンケート、タウンミーティングは200回近くやってきました。皆さんから寄せられたご意見は2000件を超えました。ほんまに暮らしが大変、そういう声をそこかしこで伺っています。お金で動く政治やなくて市民と作る政治に、皆さんが政治を変えるチャンスが今目の前にあります。ここ京都から一緒に変えましょう。市民の皆さんがお支払いになった税金をあなたの暮らしやなりわいを全力で応援することに使いましょう。コストカットばっかりやのうて、皆さんの懐をしっかり温めて町を元気にして京都市の財政を好転させていく、この京都モデルを一緒に作りましょう。そのスタートは京都市の年間予算のわずか 1% の使い道を変えるだけで始められます。お金で動く政治やなくて市民と作る政治に、市民の暮らしとなりわいを全力で応援する京都市に一緒に変えましょう。市民が動けば必ず政治は変えられます。